て今回の目的地は利尻島です。これ見てください、利尻富士が窓の外に見えてます。めっちゃかっこよくないですか。ということで無事に利尻島に到着です。利尻島は夢の浮島と呼ばれているらしいです。なんかいい響き。着いた当日は風はあったけどお天気が良かったのでレンタサイクルを借りて島を半周しました。ちなみに今回はお友達と一緒です。こちらは利尻島の観光スポットその1、熊根の岩。熊が寝転がっているように見えますかね。本当は反対側から見るともっとね、熊が寝ているみたいに見えるみたいです。おー、今朝取れたやつですもんね。すごい、え、取ってきたんですか。ありがとうございます。すごい。え、これバフンです。うわー、すごい。いただきます。すごい、一粒がめちゃくちゃ大きい。うん、甘い。ないでしょ。美味しいです。頑張って走ってきたから、ね。本当。しみる。しみる。本当に。この日は利尻島を半周自転車で回りました。宿にチェックインして夕食です。またもやウニ、嬉しすぎる。茶碗蒸しの中にもウニです。すごい、頑張って走ってよかった。いや、本当。うわ、ありがとう、うん、ホタテ甘っ。こんなにニシンってさ、うん、脂が乗ってる美味しさだなって初めて知った。うん、はい、ホッケの脂が大事な、確かに美味しい、美味しい。でも身が大きい、うん、おいしい。で、本当にうまい。さっき食べたのにも美味しかったけど、うん、同じくらい美味しい気がする。これでさ、本当に美味しい。結構調べますか。そう、うん、そんなに高くない。ちょっとこれ調べたくない。調べたくない。利尻島2日目です。ランチにラーメンを食べに来ました。ミシュランに掲載されたことがあるお店です。ごめんなさい、狭くて。これ何ですか。これね、うち特製のメンマなんです。あ、これメンマ。へぇ、これ細い。いや、思ったら結構竹みたいになって。そうなんですか。これを少しずつ絡めて入れてくださいね。わー、すごい。めっちゃ美味しそう。美味しそすぎる。2人とも焼き醤油ラーメンをオーダー。3食の餃子も注文しました。利尻昆布をたっぷり使った出汁は、ね、もう香りが最高です。醤油を焦げる寸前まで焼いてあるそうで、香ばしい香りがね、本当にたまりません。
すごっ、もう完璧すぎる。うん、とにかくめちゃくちゃ美味しいラーメンで感動しっぱなしでした。そしてこの日の午後はバスツアーで島を一周することにしました。ただね、もうお天気はあいにくの大雨です。あ、これ、あ、いいですか、はい、ありがとうございます。おー、すごい動いてる。あはい、したり、あとは障害物や何かを感知したりっていう能力があるのがこのトゲですね。ですから外敵から、あ、はい、ごめんね。これが海の口ですね。あ、はい、あ、今朝結構サクッといったよ。これ食べられる、うん、はい、あ、ごめん、これで大丈夫ですか。めっちゃ生きてる、はい、あ、めっちゃ生きてるよ。で、ちょうど割れる感じですね、はい、赤茶色っぽいものはウニの内臓なので取り除きます。ちなみに水の底に沈んでいる緑色の物体はウニが食べた利尻昆布です。あ、うん、甘い、美味しい、美味しい、え、一番美味しいかも、めっちゃ美味しい、ね、バスの方が出発するみたい。続いてはおたとまり沼という観光スポットにやってきましたが、いや、晴れてたらもっと綺麗なんだろうな。あ、いや、風がやばい。ね、よいしょよいしょよいしょ、あ、ちなみにおたとまり沼は利尻島最大の湖みたいです。最後はバスの運転手さんの歌でツアーは終了。翌日友達は帰っていきました。はい、おはようございます。私は今、利尻山の、押し止まりルートの登山口にいます。はい、ということで今回は、日本百名山の一つ、別名利尻富士と呼ばれているこの利尻山登っていきたいと思います。で、今ですね、あの温度計を見たら気温は8度で、ちょっとね、雲はこんな感じで、あ、空はこんな感じで曇りがちです。はい、ただ予報ではですね、ちょっとお昼前くらいにはこう晴れの予報が出ているので、この後山頂に登って綺麗な景色が見られるといいなと思っております。はい、それでは、スタートしていきましょう。今回のルートがこちらです。オレンジ色の押し止まりコースが最も定番のコースで、赤色の靴型コースは見晴らしがいいですが難易度は上がります。今回はオレンジ色の押し止まりコースで登り、赤色の靴型コースで下山します。利尻富士は標高はそこまで高くありませんが、登山口と山頂の標高差が 1500m あって結構タフな山です。押し止まりコースの登りの標準タイムは5時間ほどです。はい、では出発です。時刻は5時。はい、出発してだいたい10分くらい経ちました。で、観音線という、湧き水ですね、そのポイントに到着です。ちょっとね、ここでお水を汲んでからね行きたいと思います。
はい、では、甘露泉水のところからスタートで3合目ですね。はい、ということで湧き水を汲んでスタートしました。で、湧き水を汲んだ甘露泉のポイントが、3合目ですね。はい、ということで、これからね、どん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 上を目指していきます。はい、で、このスタートした直後は、こう、緩いね、道がしばらく続きます。全然標高上がらないなーっていうね、平坦な道です。で、この森は、トドマツかなの森かな。すごいね、こう湿気を帯びてて、気持ちがいいです。はい、前日の雨で地面はね、こんな感じ、もうぐちょぐちょうわー、ぬかるんでる。よいしょよいしょ、クリア。というねスポットです。はい、4合目通過しました。はい、でこの利尻山は、日本百名山の一つですね。著者の深田久弥曰く、島全体が一つの頂点に引き絞られるように、天に向かっている。こんなに美しい海上の山は利尻岳だけであるというふうに言っていたそうですね。はい、それほどね、まあ、形がね美しい山ということですね。はい、で、利尻富士っていうふうに言われてるみたいに富士山の形にちょっと似てるんですよね。で、まあ、富士山となんか出来方は同じで、あの利尻富士も火山なんですけど、噴出物がこう積み重なるようにして今の形ができた、清掃火山っていうなんか形のね火山みたいですね。はい、ということでまだまだねちょっと平らな道が続いております。よいしょ。スタートしてから約1時間半経過しました。さっき、5合目を、通過しました。よいしょ。はい、で5合目と6合目の間はちょっとね上りが急な感じがしますね。はい、あの等高線の間隔もキュッとね狭くなってて、こうギュッと上るという感じがします。はい、で、北海道の山は本州の山よりもプラス 1000m 標高が高いと考えていいんですよ。気候的にっていうんですかね。で今標高がだいたいね 700m 弱くらいなんですけど、本州だったら 1700m くらいの、 あの気候になるっていう感じですね。だからあの植生もね、あのダケカンバとかこの辺りにあるんですよ。でダケカンバっていう木は本州だとだいたい標高1500メートルくらいから森林限界の2600メートル付近くらいにあるね植物なんですけど、標高700メートルでダケカンバがあるんだってね、ちょっとねびっくりしながら歩いてます。よいしょ。はい、もうちょっとでね6合目です。
ちは。はい、これ第一見晴らし台ですね。で、これが6号目。はい、ということでここが、第一見晴らし台6号目ですね。はい、で見晴らしはいずこへっていうくらい、もうね、真っ白、もう空が真っ白です。景色なんてありません。どうしよう。今、時間が6時45分なんですよね。で、この後だいたい9時くらいから景色がいいっていう予報にはなってるんですけど、もう信じられない、その予報。だって真っ白なんだもん。これから本当に晴れてくれるのかな。あー、景色が見たいよ。はい、ということで、まあ、こんな泣き言を言っていても仕方ないので、こう上にね、頑張って登っていきたいと思います。なんか木の高さがちょっと低くなってきた気がする。よいしょ。はい、じゃ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 ーん。わかるかな、これ太陽。はい、ちょっと雲の切れ間から太陽が出てきました。これから晴れるかな。あー、太陽消えた。はい、ということで、さっきね、ちょっとね、太陽が見えました。あー、嬉しい。あの、これからの、ね、天気、少し希望が持ってた気がします。よかった。はい、でね、ちょっとね、さっきまで本当にね、真っ白って感じだったんですけど、まあ、今も真っ白なんですけど、あの、少しね、明るくなってきたような気がするんですよ。もうお祈りしながらこの先も登っていきたいと思います。はい、7号目、895メートル標高ですね。胸付き八丁というポイントです。はい、後ろ見えるかな。ちょっとね、青空が見えてきました。よかった、嬉しい。はい、ね、もうちょっとで第2見晴らし台なんですよ。景色が楽しみ。うわ、空青い。こんにちは。おー、綺麗。はい、ということで、もうめっちゃお天気良くなりました。よかった。もう一時はどうなることかと思ったんですけど、晴れてくれそうですね。はい、で、ね、さっき、松の実かなをリスがね、かじった跡がありました。多分なんかシマリスらしいですね。はい、というのもですね、この利尻島にはですね、あの、ヒグマがいないんですよ。北海道の山はね、ヒグマがいるんですけど、利尻にはいません。あとは、エゾジカ、鹿ですね。鹿も利尻にはいないんですよ。だから山の中で見られる動物って結構ちっちゃい動物で、あの、シマリスとかがいます。いや、見たいな、リス。よいしょ。これが長官山かな。よいしょ。
うわー、迫力がすごい。はい、利尻の山頂見えてきました。すごい、迫力がすごすぎる。設計もまだ残ってます。はい、現在時刻は8時半過ぎで、避難小屋を出発しました。次の、ポイントは9合目で、ここからは30分で、山頂まではあと1時間半のところまで来ました。でただですね、ここからが結構ね、登りが急になっていくから、ちょっと気合い入れないとって感じですね。よいしょ。すごい、歩いてきた道が見えてる。綺麗。こんなとこ歩いてきたんだ。はい、目の前に9号目ですね。見ました。わあ、9号目あとちょっと。あ、はい大丈夫です。よいしょ。9号目。はい、で、実はですね、これ、こっからが正念場って、ここに書いてあるんですよ。この先がね、きついんですよね。すでに4時間歩いているんですが、9号目から山頂までは1時間かかります。しかも、ここからはかなりの急登になります。ここまで体力を残しておかないといけません。はい、ということで9合目を出発し、山頂を目指します。山頂までは1時間です。よいしょ。で、さっきね、標識にも書いてあったんですけど、ここからが本当に正念場なんですよ。もうね、急登続きなんですよ。よいしょ。はぁ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。うわー、もう岩岩すごいすごい。よいしょ。はい、すごい綺麗に金梅が咲いてます。あー、色鮮やか。山頂まで残り30分のところまで来ました。結構ね、風がね、強くなってきました。で、ここ私がいる場所は、靴型コースとの合流ポイントなんですよ。で、下りは靴型コースを降りるので、帰りここからね、こっちにずっという感じになります。で、上りがね、この道をね、さらに上に行くというね、感じです。はい、いよいよ山頂、もう間近です。はい、山頂部はこんな感じで、ガレた感じ、ガレた感じっていうんですか、これ溶岩ですよね。利尻山は火山だから溶岩だと思うんですよね。すごい、なんか土管みたいなのが道になってる。面白い。よいしょ。こんな感じで面白い。こんな道行くんだ。よいしょ、よいしょ。あ、面白い。
いしょ。目の前に山頂が見えました。あとちょっと、なんか祠があるのかな。本当にもうちょっと、今まで本当1時間くらいすっごい登った。急だった。よし、もうちょい。よいしょ。お、ここも岩だ。よいしょ。リシーさんの山頂到着です。やったー、すごい晴れてる、よかったはい、でここは標高が1718メートルくらいなんですよね。で本当は1712メートルで、こっちの一番この奥に見えてるピークが一番高いところなんですけど、ここはちょっと危ないから、あの登山者は、ね、入れないんですよ。なので一応ここがね、まあ、来られるところの最高点となります。はい、でもうね360度、まあ、景色が見えてるっていうかな、雲の上にいて、なんか幻想的な世界が広がってます。じゃあ景色をどうぞ。それでは下山です。途中まで来た道を戻り、赤色の靴型コースを下ります。はい、ということで山頂から少し下ってきて、靴型ルートの、スタートポイントまでやってきたので、ここから靴型ルートで降りたいと思います。はい、ただ靴型ルートは結構ね崩落が進んでいて危ない箇所もあるみたいなので、気をつけながら、はい、慎重にね行きたいと思います。いやー結構道がね細い、よいしょ、細いし左側はちょっとこんな風に切り落ちてたりするから、なかなか進まない。ゆっくり慎重に行こう。このトラバースめっちゃ怖かった。もう取る余裕なかった。わかるかな、この斜面がね結構急で崩れていくんですよね。なんとか渡った。よいしょ。おー、よいしょ。細い、この辺細いよ。ここ何これ、ここも嫌だ。はい、どうだろう、30分くらい下ってきたかな。なんかねこの辺り親知らず子知らずって呼ばれてる場所なんですよ。で親知らず子知らずって呼ばれてる場所なんだけど、何が親知らず子知らずか分かんなくって、なんだろう。で標識もないから、この辺が多分その場所ですっていう感じです。はい、多分ここが親知らず子知らず。
ばい、もう道が川状態なんですけど。はい、下山を開始して、3時間半くらいかな経ちました、目の前道路が見えました。ゴールです。あー、イエーイ、あー、ゴール。はい、ということで今回は、利尻山に押し止まりルートで登って靴形ルートで、下ってきました。はい、で、靴形ルートはあの景色がいいって言われてたんですけど、今日は残念ながらあの曇りであんまり景色は、ね、見られませんでした。はい、で結構ねあの危ない箇所があったので、あの、まあ、そういうところが怖いよって方は押し止まりの往復がいいんじゃないかなと思います。はい、でさすがにですね、利尻山2日連続で登頂はね辛いですね。うん、あの山頂、登山口から山頂までね、まあ、標高差1500メートルくらいありますから、それを、2日連続はやっぱ体力的にね結構きついものがありました。はい、ということで、利尻山の山頂到着です。はい、ということで9合目を出発し、山頂を目指します。ここからが本当に正念場なんですよ。もうね急登続きなんですよ。よいしょ、はぁ、はぁ、はい、3合目から、こんな感じでちょっと登山道っぽいのが始まるという感じです。よいしょ、こんな感じです。よいしょ、真っ白。やったー、着いたー。あ、三角点もある。頂上書いてある。やったは、今回は2日連続で私は利尻山に登っていました。どういうことかというと、利尻島に着いた初日はサイクリングをしまして、2日目は大雨の中バスツアーに参加しました。そしてその翌日、友達は午後2時の飛行機で帰ったんですが、その前に朝一で利尻山に登りました。でもお天気が良くなくていい映像があんまり撮れなかったので、私は翌日にもう一度利尻山に登ることにしたというわけです。さすがにめっちゃ疲れました。利尻の下山後は1721というゲストハウスに宿泊しました。宿でホッケのちゃんちゃん焼きをいただきます。ホッケは干物で流通するので、生のホッケを焼いて食べられるのは本当にね珍しい、この土地ならではです。でもこれここが食べれるんですよね。そうですね。全然違いますね。全然違う。ふわふわしてる。そうそう。ふわふわしてる。とろけていく。はい、とろけていく。うん。柔らかいですね、今より全然。そうです、そうです。焼き物はね、一旦ね、干して、干しちゃうんで。うん。うん。
ったというのは、まあ、ですね。はい、こちらのゲストハウスのオーナーの佐藤さんです。お魚めっちゃ美味しいです。美人のホッケ最高です。はい、釣ってきたんですもんね、これ自分で。そうです、自分で釣りました。すごい。はい、ということで、さすがに2日連続で利尻山登山はもうめっちゃきつかったですね。でもすごく充実しておりました。ということで、次回の動画では礼文島に行く様子をお届けしたいと思います。それではバイバイ。